ません、お待たせしました。こんな暗闇の中で、お待たせいたしました。ありがとう。雪乃奈美恵です。よろしくお願いします。偉いよ。いや今日はですね、私すごい素潜り好きなんですけど素潜り、スキンダイビングみたいなの好きで、去年からハマって、今年ちょっとあんま数回行っただけでいいんですけど、最近海がに憧れが強すぎて、大きな、あ、じゃあさ、ちょっと待って、そんな海を恋しい思いをパフォーマンスしていました今日どうなるかなというわけで、30分間、あ、大丈夫ですか。暗いので、ね、みんな落ち着いてください。よろしくお願いします。もし途中から明るくなるから、え、途中から明るくなるから、そこから撮った方がいいと思う。あ、本当、やばいよ。あれが一番許されてる。裸だよ。裸だよ。みんな斜めたいの、ちょっと。そうすごい雰囲気がする。そうだよね。そうだよね。なぜ肺呼吸の哺乳類であるイルカやクジラが海を目指したのか。何億年もかけてやっと陸上生活を獲得したにもかかわらず、約5500万年前に突然陸上での暮らしを捨て去り、彼らは再び海へと戻っていった。海には競合となる生物はおらず、また餌も豊富。彼らにとって海は完全なる平和だったのです。
イバーである父がよく、海はやかましいノイズがなく、とても穏やかな世界と言っていたのを覚えています。ねえ、もう陸の生活には疲れたでしょう。もうそろそろ私たち海に戻ってもいいんじゃないかしら。
を溜め込んだ魚だ。悲しい時はその海がちょっぴりこぼれます。嬉しい時はその海がちょっぴり溢れます。落ち込んだ時はその海でちょっぴり漂います。愛し合う時はその海をちょっぴり混ぜ合わせます。けれど決して溺れてはダメよ。